こんばんは。こんばんは。どうも。サイ。サイって何？ちょっと机の上をコスメたちが埋めている。張り合いが多いぞ。あー、アイシャドウ、このアイシャドウどうしよっかな。そうだな。ちょっとみんなさっそうに、さっきの元気でな。今日は稲買ってきました。いやー、めっちゃ頑張った。ありざいます。楽しかった。てかもうリカさんに会えたんです。嬉しすぎる。なんか嬉しいあまりに、あんまりちょっとなんていう表現をしたらいいのかわからない。嬉しいあまりにね。田んぼで会ったのそうだよ、田んぼで会ったんだよ。田んぼで久しぶり。てれれれって今年も時娘食べます、ね、食べてくださいな。そうよ、またね。なんかそうなんですよ、新潟のあのメディアさんたくさん来ていただいて本当にありがとうございます。取り上げていただけてると思うのでね、近々いろいろ新潟テレビちらっと映ってるかも。やった。でもね、もう今年で NGT がお米を最初に作ってから4年目なんですよ。私一番最初から行かせていただいてたんですけど、もうね、だから15歳とかの時に初めて新選組さんに行ったねって今日めっちゃ話してた。農家のおじいちゃんたち仲良し、めっちゃ可愛がってくださる。そう、はるちゃんよう来たねって本当にそんな感じで優しい。そうなんですよ、ね、皆さん本当に暖かくて、マジで。でも私何もできないんだよね。もうそうなんですよ、本当にポンコツ具合がすごすぎてなんですけど、暖かいのでね、優しさに甘えてます。今日はお姉さんだね。農業に行ってたからなんかなんていうんだっけ、エビフライにしてるんだけど、三つ編みか。めちゃめちゃその本当にこんなに太陽に浴びてる時間が長いのはないです。普段生きててないです。まず本当に家から出ないので。でも外でね過ごすってめっちゃ素敵だと思うなって常に思います。やっぱりなんか人間たるもの、日光を浴びてかなきゃなきゃ。でも日光浴びることによっていいことってありますよね。結構
日焼けはねちょっとしないように、すごい頑張って、すごい頑張って、はい、ちょっと適当に喋ってるな今でも今日一日中もうずっとなんか笑ってて、なんで笑ってたのかよくわかんないんだけど、なんかもうすごいねめっちゃおもろい人たちばっかりなんですよ。骨が強くなる、あ、そうなんだ、知らなかった、骨が強くなるんだ、それ全然知らなかったです。そうなんや、てっ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 て、なるほど、すごい、そんなギフトあるの。はるかメール来た、あ、メール届いた、みんなは今日元気でしたか。あ、だるまありがとう。いやー、なんか10月になったなって感じですね。やっぱり10月早かった。私9月さ一瞬過ぎた、なんか、え、でも最近メンバーも言ってた、なんか9月が一瞬だった、みんな言ってる、なんか9月が一瞬だったのはもしかしたらみんな一緒なのかもしれないねみんな9月がさ、なんか世界的にそうだったんじゃない、9月一瞬だったんじゃない。でもまあなんか9月もなんだかんだなんだかんだしてたから、8月ほどのバタバタではなかったけど、でもなんだかんだしてたから、そうですね、公演、サマーグッズ特別公演とかがあったから、ちょっとそれもリハを進めていたのが9月の前半頭の方、あとロケとかもその時ちょうどよく被ってて、割と9月の頭もへにゃんへにゃんみたいなでも9月の後半はまあちょこちょこお休みもあったし、でもまあ NST 祭りとか KFB 祭りに出させていただくということだったりもあってリハしてて、あと公演が結構2日に1回のペースの時期があって、だから公演も結構出たかな、漏れてますね、ありがとうございます。そうですか、そうですね、休みの日って何してるか、ねお家にいるよ基本的に。でもたまに気が向いたらカフェ巡りをします。最近っていうか、たったさっきまた行きたいプリンを見つけたのでプリンに行きたいと思います。新潟のプリンに行きたいと思います。次時間があったら行こうとは思ってるんですけど、次時間がある時はこれ行こうって思った時にあまり目の前に時間がなかったりとか、いや、ないことはないんだけど、そのカフェが空いてる時間ってだいたい夕方、そう、11時から17時とか18時とかだから、そのなんかお仕事がその日そんなにっていう日でもちょうどその営業時間とお仕事の時間とかぶってたりすることが多くって、カフェはね朝早くから夜遅くまでやってるコンビニと違うから、コンビニは24時間か大体、そうそうなんです。だからオフの日じゃないと行きにくいかも。でもオフの日はオフの日でもお家でいたいなーみたいな時もあるじゃん。そうなのでね、優先順位がね
結構日によって交互してくる、はい、さも当然のようにバラありがとうございます。そうなんですよ。まあね、なんか本当になんていうの、これはこれなんていうの、四季折々の風格、うん、はい、喫茶茶、純喫茶、純喫茶ってなんだっけ、普通になんかチェーン店の喫茶店ですか、なんか喫茶店がそんなによくわかんない、なんかコーヒーを頼むのかなって思っちゃって、なんか私ブラックコーヒーいけるんですよ、アルコールがないところを純喫茶っていう、そう、私ブラックいけるんです。でもこれ言うと本当にモテないよって言われるそう、ブラックいけるんです。大人でしょ、ブラックコーヒーの良さも分かります。でもまあ甘いに越したことはない。そうですね、ブラックいけます。ブラックいけますブラックコーヒーは飲めるけど、でもそんなにたくさんは飲めないのと、まあ普通にオレンジジュースとかの方が好きだから、甘い方が、オレンジジュースとブラックコーヒーは違うか、カフェオレ、カフェオレとカフェラテの違い分かんない。でもこの前福島で差し入れでいただいたカフェオレが美味しすぎて、なんか多分福島ではその有名なカフェオレなのかな、なんか普通、何、ちっちゃい紙パック、牛乳みたいな、給食で出るような牛乳みたいな紙パックに入ってるカフェオレで、メンバー内でも話題です。これめっちゃ美味しいみたいな、なんかミルクが美味しいみたいな。でも本当に美味しかった。なんかなんで、なんかめっちゃ美味しかったんだよね、カフェオレ。そう、美味しかった。コンビニでも買える。そうなの、楽王さん、うん、そう、なんかプリンもあるから食べ、そうなの、プリンもあるの、食べたい、なんだってプリン好きなんですよね。ああそうだった、カフェラテとカフェオレはミルクの比率が違う。アイスもある、そうなの、いいな、絶対美味しいじゃん、あのカフェオレのアイスとかプリンとか。シュークリームもある、そうなの、三つ編み可愛い、お顔見れて嬉しい、嬉しい、優しい優しい最近いろんなのある、楽王、そうなんだ、やっぱ人気だからどんどんあれもこれも作ってみませんかみたいなお声がかかるのかしらね。ママドール、何それ、福
福島ママドールだよ。何それ何それ、食べれなかったんだけど。本当にね、福島滞在時間が少なかった福島に24時間も滞在してなかったですね、きっと。うん、してないね。もうちょっと痛かったですね。なんかかえりちゃん馬刺し食べてたねねえ、本当に面白い。馬刺しを取り寄せてるんだって福島から。すごいな。でもそうだ、この前ショールームかえりちゃんと一緒にした時に、なんか小さい頃はレーズンとかが無理だったけど、最近になって良さが分かるように徐々になってきたって言ったら、なんかそれは老化なんだってって、味覚が老化してるって、なんかそういうのを察知できなくなる、感知できなくなるってるから、なんか食べれるようになっただけでみたいなこと言われて、ねえ本当それ、その情報マジで合ってるの？合ってたらめっちゃショックなんだけどなんか老化してる？いやほんと失礼よ。しかもでも合ってんのって聞いたらさ、いやわかんない、私が勝手に思い込んでたかもしれないとか言い始めてさ、じゃあ言いなさんな。そう、どうなんだろう。でもレーズンとかは、まあでも今でも好んで食べるわけではないかな。なんかまあ何かに入ってたらでも別に食べるなっていうくらいで、そんななんか好んでレーズンを自ら食べに行くことはないかなっていう。でもあとプルーンはどうしても無理だと思うんですよ。レーズンはギリ、プルーンはでもなんか大きいじゃん、レーズンと違って。だからちょっと多分無理ですね。でもね、なんか福島のファンの方もいらしてくださって嬉しかったし、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ハートありがとうございます。でも今はそうだな、もうでも今日めっちゃ寒くなってきた。そう、なんか寒くなってきたなっていう感じがしてびっくりしてました。日中も今日風が吹いてる時とかすごい寒い。次は米フェス埼玉スーパーアリーナと続くんだ。そうですね、11日に埼玉スーパーアリーナのフェスで、ね、出させていただくんですけど、あれすごいよね、初めて出るフェスっていうか多分新しいフェスなんですよね。そう、みんな来てくれたら嬉しいなと。あと米フェスもね、米フェスもすごいよ。なんかもうすっごいアーティストさんたちがすっごいたくさんいらっしゃる中に NGT も出させていただいて誠に感謝感激、雨嵐ありがとうございますうん、オフラインとコメフェス行くよ。あ、待ってるね。そう、コメフェス、ん、オフラインの次の日がコメフェスか。楽しみに待っています。はい、ということでですね、今日もすごく今日もすごくこんな感じ。日光浴びたな、久しぶりに。本当に日光ですよ。理科の授業とかでやり
ましたよね、日光が本当に必要なのかどうかみたいな。植物が育つのに水と肥料、違う水と土と日光かな、だよね。嘘、ちょっと目赤い、え、目日焼けしたかな。なんか目日焼けするって言いますよね。確かにいつもよりなんか目赤いかも。え、目日焼けした、やべ。サングラスしないといけない。やっほー、こんばんは。こんばんは。キャワは。日光浴びないとビタミン D 作れない。ほいーん。ビタミンって何まであるの？ A、ビタミン A、ビタミン B、ビタミン C、ビタミン D、ビタミン E もある。ビタミン何まであるんだ？むずいな。サービスエリアの手前で私を降ろしてちょうだい。あ、ありがとうございます。スイスイとのエンタメ読みました、ありがとうございます。月刊エンタメさんね、クラクラの連載ということで載せていただいてるのでぜひご覧ください。月刊エンタメさん、今回クラクラは大江春香とスイーツなつきでお届けしておりますので、日光は見なくていい、本当？やっぴー。ふう、なんか今日何曜日なんだっけ、月曜日、あ、違う違う、火曜日か、今日火曜日、やば、何が、別に何にもやばくない、今何にやばいって言ったのか分かんないや。なんか今日お米やってて、やっぱりお米が好きだなって思いました。なんかご飯って美味しいよね、お米美味しい。でででででゴール、ご飯美味しいよね。地球にさ、なんか何か星がさぶつかってきてさ、地球のものがこぼれ落ちてしまうとしてもさ、お米だけはさ大地にこう根を張って、何、生えてるものだから、うん、なんか助かってほしいよね。うん、今日もハルルの声を BGM に入れます。おやすみなさい。急にめっちゃでっかい声出したらどうする最悪、この時間に。ありがとう、うん、
はるちゃん、やっと来れた。ありがとう。こんばんは、どうも。おしとやかび。確かに。はるか、グー、へーるるん、帽子ありがとう。スクーリングで2泊3日一人で決めて、だから配信機が、ありがとう、頑張ってね。すごいね。いつも何時頃寝てますか？日によりますね。今日は朝早かったので、昨日割と12時前くらいに寝ました。12時前くらいに寝ないつもりでも寝ちゃう時もあります。でもだんだん目の感じアレルギーっぽい。本当に？嘘嘘、私そんなに目赤い？嘘嘘、私アレルギーとかないんですよ。めっちゃショックなんだけど。そんなに目赤いかも。そう、でも、かゆいとかないです。何の話してたんだっけ？はい。なんか、お米。米、何時に寝るかの話でしたよね。すいません。何時に寝るかというと、日によるけど、何にも次の日ないときは2時とか3時とか。お米収穫お疲れ、ありがとう。こんばんは、こんばんは。何してるのか。なんかね、スマホ見てます。寝るときは真っ暗派ですか？私は豆電球1個みたいな、あのオレンジの電球1個だけつけて寝ます。真っ暗でも前頭でもどっちでも寝れます。うん、何の話してたんだっけな。そう、忘れた。今日でも多分外にずっといたから。そうなんだよね、やばいやばい。でもね、めっちゃ寝てくださいって言われてる。寝言は可愛いんですか？
当たり前よ 当たり前じゃないの。目覚ましのアラーム1回で起きれます。起きれるけど、起き上がるまでに30分かかりました。今日は村長は落ち込んだ時どうやって立ち直りますか？もうね、本気で落ち込んだらね、なんかもう忘れるまで落ち込みますね。遠い昔の話になった時まで時を待たないと。やばいこと言ってそう。言ってないですよ。絶対寝言かわいいでしょ。多分ね、かわいくはないと思います。てか多分無言。寝言言ってたら恥ずかしい。夢の中の話とか寝言で言ってたらめっちゃ恥ずかしい。結構さ、考えてることとかがさ、夢に出てきたりすることがあるので。夢占い信じる。読んでみるのは好きかもしれないですけど、全部信じるかと言われたらそうじゃないかも。すごいいいところだけ信じちゃうかも。でも夢占い大体なんか都合いい。調べて出てくるものは。むにゃむにゃ言ってそう。でも実際に寝ながらむにゃむにゃ言ってる人は見たことないですね。かわいいよね、むにゃむにゃなんて。夢は見るの。夢見ますよ。結構。知り合いっていうか、知ってる顔知り合いみたいな。謎の共演多くない？小学校と中学校で交わったことない人のはずなのになんか二人が同じ教室にいる夢とかさ、結構見るくない？むにゃ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 って寝る？寝ないよね。むにゃむにゃなんて寝ないよ。ちょっとね、お気づきの通りかもしれないですけど、めっちゃね、私目が閉じちゃう なんで？頭は起きてるんです。めちゃめちゃ頭はめちゃめちゃ起きてるのに目が閉じちゃう。さっきからファンの人にも眠たいのってすごいコメントが来るんだけど、ちなみに寝てはないです。てか今立ち上がって縄跳びしたら絶対に起き上がれる。いや、私は起きてる。ハッシュタグやばい。ハッシュタグ覚え寝ろやばい。寝てるよ。
自分の欲求に反抗している。これ自分と戦ってるってこと？寝起きはいい方なのかな。あの朝の寝起きは大丈夫、移動中の寝起きはね悪いです。なんでみたいな。今のはるちゃん見てるとこっちが眠たくなってくる。なんか最近綺麗に、ほんとかいな。ハートありがとうございます。皆さんの野菜はよく食べて噛んでスープにしてもいいです。あとお味噌汁、うん、火を通すといい。最近美人よね、わらわらわらって。そんなに草生やすことある？そんなに草生やすことないでしょ。ありがとうだけど、なんでそんな爆笑してんだろう。寝てないよ、ちなみに言うけど寝てないから。いや草生やしすぎでしょ、最近美人だよね。そんなことないけど、すいません、ありがとうございますだけど、なんか草を生やすことによってさ、あれ本気で言ってんのかよくわかんないやってなるやん。寝てる人ほど寝てないっていう、どういうこと？寝てる人ほど寝てない、あーめっちゃ寝てるのに最近忙しくて全然寝れてないんだよねって言ってこと？やばい。じゃあちょっと壇上の方読みますね。すいません。13位ストーンさん、12位マキマキさん、11位ゲコタさん、10位コウさん、9位リュウマさん、8位クッキーモンスターメガネさん、7位タケトモさん、6位てっちゃんさん、5位イカッチさん、4位トシヤさん、3位カンクロウさん、2位ヒヨポンさん、1位ユララさんです。ありがとうございます。じゃあまたね。お米収穫したので今年もよかったら食べてください。